ち、こっち。なあ、行ってみようぜ。怖いよ、帰ろうよ。大丈夫だよ、行こう。これは来たるべき未来の光景。このままイーターが増えれば現実世界も新書か。僕はユーゴ、ユーコの兄だ。ああ、僕の肉体はエデン症候群になって眠っている。君と同じだ。いや、君とは違うな。僕は完全な電脳体だからね。とにかく妹を侵食から救い出してくれてありがとう。僕も優子を侵食から守ろうとしていたけど、君がいなければあのまま取り込まれてしまったはずだ。まさかあんな方法があったとは。君のコネクトジャンプには本当に驚かされる。しかし君がイーターとつながってくれたおかげでこうして会うことができた。そう、僕が君を呼んだんだ。君はそれに応えてここへ来てくれたんだろう。気がついたらここにいた。何が起きたかわからない。それは災難だったね。僕が呼んだせいもあるだろうけど、誰かの呼び声に応える、君にはそういう力が備わっているんじゃないかな。ここがどこなのか気になるかい？ここはとあるネットワーク上に存在する特殊な領域だよ。君と会うために僕が急ごしらえで用意したね。君は僕の呼び声に無意識下で答えて、そのネットワークにアクセスした。君の中に僕のかけらがある。断片化された僕のメモリが、それを通して声を届けることができた。嬉しかったよ、君が持っていると知った時は。ただそのせいでいろいろと迷惑もかけたと思う。ここへ来て君が体験した妙な出来事は全て断片化された僕の記憶の影響で見たものだ。他にも似たような体験を君はしているはず。
それらは僕の記憶の断片が引き寄せていた。かくいう僕も本体と思い込んでいるだけの少しばかり容量の大きな断片で、君にとっては迷惑そのものなのかもしれないな。僕の断片がどんな姿で現れていたか知らなかったけど、なるほど、幽霊か。相当不気味がられているんだな。優子や特にノキアを怖がらせてしまって。君に迎えが来たよ。驚きだな。どうやってここを見つけたんだろう。とても深く強く君とつながっているらしい。僕の声に応えてくれてありがとう。君に会えて本当によかった。ユーゴやノキア、新たに伝えてほしい。僕は大丈夫だと。だから僕を探す。大丈夫ですか？何かトラブルですか？おいおい、いっぺんに質問してやるなよ。1週間以上も連絡が取れなかったんですよ。しかもあんな別れ方になって、心配して当然です。ああ、はいはい、わかったわかった。とにかく無事でよかったじゃねえか。詳しい話は直接会ってから。それでいいだろ。それじゃ今から中野で会おう。早く事務所に戻りたいだろうし。じゃあ後でな。怪我はしていませんか？体に異常は？一体どこで何してたんですか？だからいっぺんに質問してやんなっての。そいつは無理な相談ですぜ。新たの旦那ゆうこっちってば、この子が消えちゃってから超心配してたんだから。誤解しないでください。お礼もちゃんと言えないうちに行方不明になられたせいで、この1週間目覚めが悪かっただけです。行方不明になるならちゃんと私がお礼を言ってけじめをつけてからにしてください。オタク、そのツンデレレベル高すぎだろう。ともかくあの時はありがとうございました。心配してたのは俺たちだけじゃないんだぜ。京子さんもずっとお前を探してた。ただちょっと前から連絡が取れないんだ。無事に帰ってきたこと京子さんに伝えておいたら、君のデジバイスからなら連絡取れるかもよ。オタクのデジバイスでもダメか。京子さんどこ行っちゃったんだろう。関東全域を覆っている怪現象は
現象に専門家だ。外見ただろう。あれ以来世界が変わっちまった。テレビだってこのニュースばっかやってやがる。何も知らない自称専門家さんが毎日ご講説垂れてるよ。次元の扉が開いた影響で大規模なデジタルシフトが起きています。収束する気配はありません。デジモンたちも現実の東京を自由に闊歩している。デジモンが実体化するのはまだいい。まずいのはイーターだ。あいつらは見境なく人を襲うからな。クソ、俺がもっと早く止められていれば。もう新た、それはいい子なしって決めたじゃん。こんな悠長なこと言ってられっか。この瞬間も誰かがイーターに襲われてるんだぜ。それはそうだけどさ。そういえば岸辺ロードナイトモンだっけ。まだ見つからない感じ。はい、まだ足取りがつかめません。神城の CEO 岸辺リーはハッカーに拘束された。事実を知らないマスコミはそんな憶測を報道していますが。何でもかんでもハッカーのせいにされちゃってるね。ハッカーを悪者にしておけばオールオッケーみたいな。無理もねえけど、日頃の行いが悪いのは事実だし、実際ハッカーが失敗したせいで被害が出てるんだ。だからそれは。それよりオタクが行方不明の間一体何があったんだ。聞かせてくれよ。なんとも言えねえ話だな。全部が全部幻ってわけでもなさそうだ。本当に兄さんに会ったんですか。兄さんはエデン症候群になってセントラル病院でずっと意識不明のまま眠っているんです。その兄さんと会話ができたなんて。エデンのアバターのようなものだったんだよね。私を助けてくれてありがとうと、そう兄が言ったんですか。お兄ちゃん、私兄を救いたい。エデン症候群の治療法を見つけ出します。ひいてはそれがたくさんのエデン症候群の患者を救い、父が産んだエデンを救うことにつながるから。そのためにも私はもう一度あの人に会って決着をつけます。岸辺リエ、いえロードナイトモンに。あの人は父の死に必ず関わっている。それにイーターのことも詳しく知っているはずです。俺も岸辺は許せねえ。あいつはハッカーの存在を都合よく利用してやがったんだ。ロイヤルナイツってのは相当上位のデジモンなんだろう。強力なデジモンやイーターに対抗する手段見つけねえとな。私はデジモンたちが気になるかな。いきなりこんなことになってパニクってる子もたくさんいるみたいなんだよね。わけわかんなくて怯えて暴れたり。このまま放っておいたら人間とデジモンが本当に戦争を始めちゃうかもしれないって。オメガモンはそれを止めたいって言ってる。私たちリベリオンズはオメガモンを手伝う。つまりラブラブデジモン絆大作戦マックス発動だ。どうやらやりてえこと、いや、やらなきゃいけねえことが決まったみたいだな。今の何？おい、お前。大丈夫なんですか？
反電脳体か。この規模のデジタルシフトが起きてんだ。オタクの体にも影響が出ちまってるのかもな。あ、刑事さん。おお、やっぱりここに集まってたか。京子さんは留守ですけど、どうかしたんですか？いや、用があるのは俺だろ。よくわかったな。そろそろ来る頃だと思ってたんだ。例のハッキングの件についてだよな。ああ、まもなくお前、真田新が指名手配されることになっている。どうしてそんなことに？東京中を停電させたこの間のハッキングで令状が出たんだ。それに上城 CEO 失踪の件でもな。待ってください。ハッキング行為は事実ですが、あれには正当な理由が。リエさんの失踪についても分かってる。だが上はそれらの件で真田新を重要参考人として取り調べるつもりでいる。ここらで分かりやすい敵をでっち上げて世論のパニックを抑えようって魂胆だろ。お偉方の考えそうなこった。悔しいがその通りだ。だが俺は京ちゃんから事情を聞かされている。今東京で起きていることについても君たちほどではないが多少なりとも理解しているつもりだ。必ず俺が上と話をつける。だから真田、ここはおとなしく警察の保護を受けてくれ。いいな。嫌だ。おいおい、逃げたりしたらそれこそ上の思うつぼだぞ。お前はまだ未成年なんだ。大人の言うことを聞いてくれ。ねえ新田、さすがにここは刑事さんの言う通りにした方が良くない？それにそもそもは私の救出を目的とした作戦で実行されたハッキングです。一連の事件には私たち全員が関わっている。いわば私たちは共犯。新田さんが罪を問われるなら私たちも同罪のはず。おいおい、上城優子さん、話がややこしくなってますけど。これは事実です。あなた一人が負うべき責任じゃない。カッコつけるのはやめてください。そういえばオタクは優子だったな。なら俺が言いたいことはわかるだろ。最終的に誰かがケツ拭いてくれるって期待して一人で突っ張ってたわけじゃねえんだわ。それに全員が警察に目つけられてどうすんだよ。俺らにゃやんなきゃいけねえことがあんだろ。今のは聞かなかったことにしてくれよ、又吉さん。ま、言われなくてもそうしてくれるとは思うけど。優子たちが共犯ならあんたもだよな。京子さんから事情聞いちゃってるんだし。ん？何の話だ？すまん、伊達がまた何かやらかしてないか心配でな。気もそぞろで聞いてなかった。助かるよ。あと悪いけどやっぱあんたの話には乗れねえわ。あんたみてえないかつい大人に保護されるなんてまっぴらごめんだからさ。勝手なことばかり言いやがって。あのな、今は強がり言ってられる状況じゃないんだぞ。そんなんじゃねえよ。警察が事情を話して分かってくれる相手だとは思えないんでね。まああんたのことは信頼してるけどさ。つうわけでこれから晴れて全国指名手配犯ってわけだ。また一つ俺様レジェンド達成ってか。
上等上等けど、もうオタクらとは一緒にはいられねえな。ハルタ、おい待て、サナダ、勝手な真似するんじゃない。バッカじゃねえの、待てっつわれて待つハッカーなんていねえっつ。自由にデジモン呼び出せるのは便利だな。これなら俺余裕で逃げ切れんじゃねえの。おっと、そうだ、オタクマジでお人よしすぎだから、その面倒な性格ちっとは直しとけよな。そんじゃな、オタクらと遊ぶの結構楽しかったぜ。アバよ。待て、サナダ。ハルタ、なんで、どうしよう。アラタさんが罪をかぶってくれるおかげで、私たちはこれまで通り自由に動けます。これで事件の早期解決も望める。事件が解決すれば新田さんの冤罪を証明できるはず。それが新田さんの狙いです。え、あ、そういうこと。それならそう言ってよ。めんどくさい、水くさい、かっこつけ新田。確かにあのかっこつけようはもはや病気の域ですね。ですがそのために背負ったリスクは大きい。あなたさんの覚悟無駄にはしません。そうだね、私たちは私たちにやれることをやんなきゃだね。私はリエさんの行方を追います。何か分かったら連絡しますので。私はデジモンラブラブ絆大作戦マックスを敢行しつつ、デジモンたちから情報とか友情とか愛情とか集めてみるね。なんだよ、お前だけか。あのうさんくせえ女探偵が行方不明ってマジだったのな。なーに人の顔見てがっかりしてんだよ。失礼だろうが、逮捕すんぞこれ。おい、しょげてたってしょうがねえだろ。気長に待ってりゃいいんだよ、あの女探偵のことだ。そのうちフラッと戻ってくるさ。にしてもお前だけとは想定外だったぜ。ああ、どうすっかな。うぜえ、なんかすげえうぜえ。ま、へこんでるよかマシだけどな。しょうがねえ、お前でいっか。私も手が回んねえし。いや、ちと訳ありを拾っちまってよ。ねえ、もういい？あ、なあ、いいぞ、出てきな。わーい、僕ロップモン、よろしく。ねえ、この人？僕の相談に乗ってくれるのって。こいつが依頼者だ。人探し、いや、デジモン探しを頼みたいんだとさ。
僕、友達のドコモンとはぐれちゃったんだ。小さい子だから迷子になっちゃって。お願い、ドコモンを探すのを手伝ってよ。町でこいつがオロオロしてたのを見つけてさ、放っておくわけにはいかねえし。で、思いついたのがお前んとこだったってわけだ。お前らこういうわけわかんねえ事件得意だよ。今じゃ東京のあちこちにこんなんが現れて大混乱だ。あたしら警察もどう対応していいんだかはっきりしねえ。なのに偶然拾ったこいつは言葉も通じるし、別に暴れるでもないし、それに かわいいじゃねえか。ああ、お前今笑ったろ。悪かったな、柄にもねえこと言って。ともかくな、デジモンだからってこんなやつをむやみにとっちめるのも柄じゃねえし、害がなさそうだし、困ってるみてえだから連れてきたんだ。ごめんな、デジモンにもいろんなのがいるんだ。おとなしいのとか暴れるのとか。まあ気にすんな、人間だって同じようなもんだし。それより後で目触らせろや。何モフモフさせてんだ、こら気持ちよさそうじゃねえか。とにかく私は又吉さんとこに応援に行かなきゃいけねえんだ。こいつはお前に任せっから、最後までちゃんと面倒見てくれよ。わかったな。人間だろうがデジモンだろうが、依頼者は依頼者だ。嫌も応もないだろう。安心したぜ。じゃああと頼む。そいつのこと泣かしでもしたら容赦しねえからな。ああそうだ、又吉さんから伝えとけって言われたんだ。お前のダチの新田だっけか、あいつの逮捕状が正式に発行された。つまり晴れて全国指名手配ってことだな。頭の固い上層部の連中はあの新田ってやつが今回起こった異変の中心人物って考えてる。誤解すんなよ、又吉さんすんげえ頑張ってくれたんだぜ。でも馬の耳に念仏ってやつでさ、全く聞く耳持ちやしない。あいつが逃げたせいでさらに怪しまれちまったし。まあ心配すんなって、又吉さんが動いてくれてんだ。絶対悪いようにはなんねえよ。私もガキの頃は何回もやんちゃしたけど、あの人だけは最後まで面倒見てくれてさ。お前らなんか事情があったんだろ。安心しな、又吉さんはそういうやつのことを見捨てたりしねえよ。じゃあな、このチビのことよろしく頼むな。君の友達も迷子なの？じゃあ一緒に探そう、きっと見つかるよ。よし、そうと決まったら友達探しに出発進行。
なるほど、それでこの子のお友達を探してあげてるってわけね。さすがね、グッジョブ。それでこそ我がリベリオンズの特別顧問なだけあるわ。え、それを言うなら顧問だって。そんなことどうでもいいの。私も友達探し協力するよ。我がリベリオンズのモットーはノーデジモンノーライフ。そうよ、デジタルワールドに行こうだもん。こんな可愛いデジモン放っておけないって。私は現実世界で情報を集める。君はエデンでこの子の友達について調べてね。オーケー、それじゃあ聞き込みストアーチュア。懐かれてしまって。あれ、
実はエデンの点検をしていたんです。神城は今人手不足で、私ができること、どんな小さなことでもやりたくって。それと実は今リエさんがやってきたことを明るみに出すために動いているんです。真犯人が岸辺リエ、いいえ、ロードナイトモンだと世間が分かってくれれば、新田さんの疑いもきっと晴れます。そのためにリエさんに追い出された役員たちに戻ってきてもらっているんです。彼らの力を借りて、リエさんが隠蔽してきた様々な情報を世間に公表して、再び新しいエデンを作り直します。今回のエデンの早急な復旧も彼らの協力があってこそです。人数は少ないですが、優秀な方々が揃ってますから。東京は今デジモンの出現でとても混乱してます。だからこそ情報伝達の要たるエデンネットワークがしっかりしていないといけないんです。フェイも手伝ってくれています。私がリエさんを追っている間は、彼女がエデンを守ってくれるはずです。探偵さん、お姉さん、ありがとう、ありがとう。父の作ったエデンが多くのものを奪ってしまいました。でもエデンの本来の姿はこうではなかったはず。人と人をつなげ、デジモンとデジモンをつなげ、人とデジモンをつなげる。これからのエデンはそんな場所にしてみせます。必ず。何か進展があったら教えてください。協力を惜しむつもりはありません。渋谷では目撃情報ナッシング、どうしよっかな。え、もう見つけたって、よかった。っていうかやるじゃん、この子の。さすが本職、プロフェッショナルぶりがプロジェクトゼットバリみたいな。よし、それじゃあ事務所で合流しよう。いやあ、ほんと見つかってよかった。ゆうこっちのところにいたんだって。お姉ちゃんも探してくれてありがとう。ありがとう。陽気に計らえなのじゃ。リベリオンズは迷えるコデジモンたちの味方なのじゃ。ところで君たち、ちゃんとお家はあるの？元いた世界に帰れるの？僕たち、ちょっと前に開いて、お空に大きな穴から落っこちてきたんだ。一緒に落ちてきたユーターから逃げ回ってるうちに、はぐれちゃって。そっか。じゃあさ、とりあえず、あたしんとこおいで。お姉ちゃんも？今、オメガモンと一緒に、行き場のないデジモンたちを保護してるんだ。仲間がいっぱいいた方が安心でしょ。オメガモンってロイヤルナイツのオメガモン？すごい、会えるの？もちのろん。おいで、会わせてあげるから。ねえ、この子たちは私に任せて。君は京子さんの代わりにしっかり探偵業こなすんだぞ。京子さんが不在の間に事務所の評判をガタ落ちにしちゃったら、後で地獄のコーヒーゼミで待ってるわよ。
無理しちゃダメだよ。行くぞみんな。行くぞみんな。
ダメだよ。はあ。
頑張ったね。
しちゃダメだよ。you
無理しちゃダメだよ。Bye.